こんばんは、こんにちは。今日は、The LHS Talk 第3弾ということで、ハーバード大学に進学している小野タスク君に、インタビューをしていきたいと思います。ハーバード大学進学に至る中高の経験や大学の魅力について紹介していく動画です。海外の大学や留学に興味のある方に役に立つといいなと思い、作成をしました。ちなみに僕、元、担任の伊賀と言います。中高の時の担任をしていました。結構たまに、ちょっと生徒と教員の関係だったもので、ちょっと、そのまま小野とかっていうふうにいいかもしれませんけど、そのところはご了承ください。じゃあ、まず一つ目なんですけど、今日は、前半が中高の、経験について、ハーバードに至るまでの経験についてで、後半が大学の、ハーバードの大学の魅力について中心に聞いていきたいと思います。じゃあ、まず一つ目なんですけど、中高の経験1ということで、多分この動画を見ている人っていうのは、英語の学習とかって結構興味持ってたり、もしくは、そもそもハーバード大学に行くために、英語ってどれくらいやったのとか、どういう学習したのとか、おすすめの学習方法とかありますとか、そういう、こう英語に関することとかっていうのを、じゃあ、おのちょっと喋ってもらえたらなというふうに思います。どうですかね。まず最初に、僕の英語に関するなんか知識とか、技術っていうのは全部、伊賀先生から学んだものなので、すべてなんか受け売りみたいな感じになってしまうんですけど、そうですね。大まかに言うと、英語の勉強って、日々の勉強で、特に日本だと受験の勉強っていうのは、僕は中高一貫に通っていたの、進学校に通っていたので、そういうのはあり、あと、検定ですよね。TOEFL とか英検とかもあり、で、あと、一番下の部分で、スピーキングとか、ライティングとか、日頃からどんどん積み上げていくっていうのがあると思うんですけど、これは、先生のそのまま受け売りなんですけど、英検とかをちょくちょく入れて、モチベーションにしつつ、勉強していくっていうのは、非常にいいなと思っていて、実際僕は、中学の時は英検を受けていて、中3で1級に挑戦したんですけど、なんか試験の日程を間違えるとか、なんかいろいろあって、で、いや、昨日、明日試験だったよね、英検だったよねって言ったら、え？とか言って、あ、昨日だった、昨日だった、昨日、あ、忘れてましたとかって言って、一回すっぽかしたのはよく覚えてる。そうです。で、1万円ぐらいちょっと動員してたって、でも無事、高校の、第1回で確か、英検1級は取れました。で、そこの過程もちょっと紹介すると、その時、中学で英検をやってた時、先生に言われたのは、単語をやるって言われて、単語めちゃくちゃ大事って言われて、ちょっと、確かパスタンを家に置いてきちゃったんで、日本に置いてきちゃったじゃないんですけど、パスタンをやれって言われて、で、なのでひたすらパスタンを覚えてたんですけそど、うだね。それを、確か中2ぐらいはちょっとなんか、ちょっとサボってて、でも実際その時はなんか、確か英検1級も割と落ちていて、2回ぐらいで、けど、中3の、そうですね、2学期ぐらいからはちゃんとパスタンをやり始めて、多分結構それ伸びたかなって今振り返ると思いますね。で、高校入ってからは、TOEFL とかも授業で取り入れて、先生がやってらっしゃったので、特にリスニングと、あとリスニングとスピーキングをインテグレートしたみたいな形のやっていたので、それはすごいトレーニングになっていて、というのは、そのおかげで、TOEFL は本当に、それは高2の12月、高2の1月か、高2の1月にしたんですけど、全然準備も、直前の数週間、スピーキングとかのなんか問題形式を見て、あと先生になんかエッセイの、なんかいろいろコツがあって、いっぱいネットとかにも載っているので、あれな、ここでは言わないんですけど、そういうのいろいろ教えていただいて、で、そしたら、スコア一応言った方がいいかな。111ですかね。いや、120。すごいと思った、本当に。
いやもうびっくりした。一発でしかもそれ取るって普通ありえないことだからね。まあ、はい、どうぞ。そうですね。まあ、リスニングとそのインテグレーターのスピーキングはもう本当に授業中、すごいもうずっとやってたのまあ確で、かにね、そればっかりやってたから。もうなんか試験受けてる時も別に、なんか、ああ、まあ、なんかいつもよりなんかむしろ集中してるので、いつもより簡単なぐらいで、だったので、もうすごくそこは楽でしたね。授業のっていう、まあ、ありそうがいうとうござい感まじです。経験も、はい、あり。で、まあ、日々授業で。まあ、基本、もう本当に授業で集中して、1日1時間って感じですね。それのずっと積み重ねた気はします。じゃあ、やっぱ、ある程度、これ結構自分が今、まあ、UCL でやっていることでもよく言われてるんだけど、言語学的にも応用言語学的にも、目標設定とかっていうのを、まあ、小さい目標でもいいから、ちゃんと設定した上で、例えば、ね、英語検定とか、じゃあ2級受かるぞとか、じゃあ準1級受かるぞとか、1級取るぞとかっていうのをこうありつつ、英語学習を進めていくっていうことで、結構モチベーションの維持にもなっていくっていうところはあったりするのかそうですね。な。特に、まあ、リスニングとかライティングは英検で鍛えられましたし、あと僕は中3の時はスピーチコンテストそうだね。をやったので、それで、まあ、スピーキングとか、あるいは、まあ、見せる勉強って実際のところはそこでやって、まあ、それっきりなんですけど、すごいいい経験になったなと思ってます。まあ、中学の時は高円宮杯も全国大会もきちっと出て、でそれだけじゃなくてね、中学では、まあ、音楽と展覧の会っていう文化的な行事の中で、何回もパブリックスピーキングって言ってプレゼンテーションを何度となくしてきているので、まあ、ある意味本当練習があって、こう延長に大会とかがあったりとか、英語学習もその日々の授業は授業であるけど、その間でこう目標とか検定とかを受けていきながらこうモチベーションを保っていくとか、で最終的にまあ、TOEFL も TOEFL で受けるけれども、こうその過程の中で何かこう行事とか、自分の挑戦とか検定試験とかっていうのをこう入れていくっていうのは結構大切なことかもしれないね。だいぶ僕はまあ、研究の中でも、なんていうの、効果があるっていうふうに言われているので、ちょっとなんか別に知っててやってたのかっていう、まあ、あんまり自信はないんだけど、結構研究していけばいくほど、やっぱりそうなんだっていうところはあるみたいなんで、英語学習をしていく上で、結構今、小野が言ったように、何かこう入れていくっていうのは、大切なんじゃないかなというふうに思いますね。ありがとうございます。じゃあ、次なんですけど、ここはもう本当に、小野の一番の、推しのとこなんですけど、まあ、僕が全く触れられないような領域なんですけど、物理の話に行きたいと思います。当然、彼は物理を結構専門的に、高校の、まあ、中学も含めて、勉強してきたと思うので、そこら辺の経験について、ちょっと教えていただけたらなと思います。お願いします。物理、まあ、僕物理が好きで、まあ、今も勉強しているわけなんですけど、まあ、高校の時はですね、主に物理オリンピックに出ていて、それは、まあ、日本大会でも割と、まあ、日本大会って国内の大会でもいい成績を出せて、まあ、国際物理オリンピックの代表にもなったんですけど、大会はまあコロナで中止になっちゃって、で、まあ、なんかこういろいろ頑張って探してヨーロッパ物理オリンピックっていうのを僕が見つけて、でその、まあ、引率の代表団の先生に頼んで、わざわざ日本からまあ参加させてもらう、オンラインだったんですけど、日本から参加させてもらって、それはまあ、金メダル取ることができてっていう、まあ、活動としては大まかにはそういう感じになるんですけど、そうですね、そもそもその、まあ、なんで物理を目指すように、なんかこう、好きになったのかっていうと、中学の時は僕は別に全然物理をやっている感はなくて、まあ、むしろ数学をやっていた。やっていたわけではないんですけど、いろいろ数学とかに触れてたと思うんですけど、その中3の、3学期、もう本当に春休みに入るぐらいの時に、たまたま物理オリンピックというのを知って、で僕、小さい頃から宇宙とかが大好きだったそうのだね。で、はい、でその時にたまたま、見た物理オリンピックの問題が、そのスペースシャトルのこうに関する問題で、それで、
で当時はそれ全然解けなかったんですけど、うんうん、なんかすごい面白いなっていうふうに思って、で、まあ、挑戦してみようかなと思って、まあ、本当に、まあ、物理の先生いろいろいい方がいっぱいおられて、うちの方では中3の時の先生もものすごく、まあ、割と若めの先生で、もうやるならぜひということでゴールデンウィークとかも時間をわざわざ取っていただいて、学校開けていただいて実験したりして、うんうん、でまあ、それでどんどん楽しくなって、でオリンピック、その、なんていうんですかね、コンテストじゃなくて、ちゃんと、うん、学問として物理をもっと勉強していきたいなというふうに思って、今に至るという感じですね。やっぱ、その、面白いなっていうタイミングとかっていうのは、本当、いくつかあったと思うんだけど、じゃあ、物理オリンピックの問題の中に、その自分の興味のあることがちょっとちらっと出たことがあって、それも一つのきっかけだったって、そういうこと？そうですね。今ね、そのタイムリーな話すると、宇宙に民間人が行くとかっていう、ちょっと名前は出さないですけど、ありますし、なんかニュースとか見たら、その最終的に民間の、人がもっと行けるようにするっていう流れとか、あと、当然その宇宙飛行士の募集とかっていうこととかもあったりするけど、そうです、実際にはその小野はね、どっちかっていうと研究とか、まあ、物理とか、まあ、まあ今はですけど、そのやっぱりこういろんな領域とかハーバードで学ぶと思うから興味関心は変わると思うけど、宇宙飛行士になりたいとかっていうそこではない、ないよね。まあ、小学生の頃はなんか、まあ、小学生らしいと言ったらあれですけど、なんか宇宙飛行士みたいな、うん、なんか思ってたかもしれないんですけど、うん、そうですね、最近はなんか割ともっと純粋に物理をやれてっていう気持ちがありますね、うん、やっぱね、その今さっきオリンピックの話も出たけど、 前回の動画とかでもちらっと言ってたけど、アジアサイエンスキャンプでも中国の人とか結構物理の方でかなりこう卓越した力を持っている人とかとも出会ったりとか、やっぱりこう中国とか他の国の物理を学んでいる人たちとかっていうのも、あ、これはすごいなとかっていうのも刺激になったとこあるのかな。そうですね、まあ、実際、うん、まあ、この何て言うんですか、現在進行形でいろんな国から来た、うん、特にこの理科系は留学生も多いですし、うんうん、学部生だけじゃなくてこう物理は割と交流が広くて、こう院生とか、うん、ご飯食べる機会とかがこの前あったり、あ、そうなんだ、で、まあ、自分より年下の院生とか、まあ、もういくらでもいるわけですまあもうなんか14歳で学部卒業しましたとかいう人は、まあ、うん、まあ、14歳、はい、ので、まあそうです、ね、どういうことなん、まあ、すごく刺激になって、でもすごいですね、でも実は一番刺激になってるのは、そのなんか日本で会ったその同級生、その、うん、まあ、一瞬東大にいたので、そういうとこで会った同級生とかもなんかものすごく勉強を進めていて、そういうのもこう、まあそうですね、あの身近なところですごい人がいるっていうのがモチベになるんですけど、うん、まあ、遠く離れた、まあ、母国でなんかこうものすごく頑張ってる人がいるというのも、またなんかこうちょっと離れたところで頑張っている人がいるっていうのも、ね、モチベになってますね、うん、いや確かに、あの誰かそういう人がいるいないって結構大きな、あの差になって現れると思うし、あの自分で勉強はするんだけど、何かのきっかけでその交流とかもあったり、何かのきっかけでこの人がこういう人がいるっていうのを知るだけでも、何か自分が勉強しているところにこう違う角度で切り込んでいく人とかいるから刺激になるよね、本当。あのこれ僕、これ小野のインタビューなのに、こんなの自分の話して申し訳ないんだけど、今僕がその専攻しているそのティーソルっていうところの専攻でも、中国でもう本当に最高の教育の賞を受賞してきたぞ俺みたいな、あの僕にかなう人はいないみたいな、なんか中国では結構教員のコンペティションとかが授業を通じてあるらしくって、日本とかだったらあんまそういうのないでしょ、その A 高等学校の教師がすごくて今受賞しているとか、まあ最近は結構グローバルティーチャー賞とか、あの世界的にはあるかもしれないけど、でも日本でそんなにじゃあ先生同士がなんかコンペするかってそんなあんまないと思うんだけど、中国は結構熾烈らしくって、もうすごいこう、まあ本当すごい能力高いんだけど、
そういう人とか、ある意味見たことないので、教師としてのこう、なんて言うんだろう、プライドと実力を俺は兼ね備えているみたいな、うん、私は持っているみたいな、そういう人結構いるから、でも僕、ある意味そういう人がいるから、すごく刺激で自分も頑張ろうみたいに思えるとこあるから、ね、本当学問のってやっぱたった一人でやっているっていうよりはやっぱり刺激してくれる誰かがいるっていうのは大きなモチベーションになっていくんじゃないかなと思います。僕も。はい、じゃあ大丈夫かな、次行っても。大丈夫です。はい、じゃあ次なんですけど、ちょっとアカデミックではないのかもしれないんですけど、課外活動について、中高を中心にお話ししていただけたらなと思うんですけど、どうですかね。はい、まあそうですね、その物理とかそういうの以外でいくと、まあ、中学高校こう2つに分けることができてというのは、うん、うちの中高は校舎が分かれているので、うん、こう、そうだね、割とみんな部活を移ったりするんですよね、うん、で僕は中学の時はバスケットボール部に入っていて、うん、でまあ、部長もやらせてもらっていて、うん、それはかなり結構でも自分としてはかなり結構やっていた感があって、うん、で高校に入ってからはグリーっていうのは、男性合唱、まあ、男性って、うん、男性ってそのメールじゃなくて男の声って書くんで別に男女関係ないんですけど、うん、まあ、男性合唱っていうのもやっていて、そうですね、それも割と真剣に打ち込んでいたとは思います。でそれ以外だと、まあ、ちょっと学問的なものに戻ると、うん、LCAS という京都大学の、あ、そうそうそう、それやってた、うん、かしていて、それはそうですね、まあ、かれこれ今もその当時お世話になった先生と交流があるんですけど、うん、まあ、実際そういうの LCAS ってこれ簡単に言うとどういうものだったかな。はい、はい、そうですよね、つまり LCAS っていうのは、うん、2年間のこうプログラムで1年目がこう、うん、グループコースみたいな感じで、僕は物理を選んだんですけど、いろんな分野があって、それぞれ5、6人単位で参加して、各曜日でいろんな違う先生のこう講義とか、あるいは、まあ、実習とかを受けさせていただくみたいな感じになっていて、うん、で2年目、もし、2年目行きたいならば行けるコースとして、その2年目の個人型っていうのがあって、それは、研究室が、6つぐらいですかね、今現段階だと6つぐらいあって、そこにこう応募して、取ってもらったら1年かけて自分がやりたいだけ、うん、まあ、もちろん先生との都合もありますけど、京都大学よね。はい、京都大学です、ね、うん、なので僕は2年目もやって、で論文みたいな形にして、最後 LCAS がまとめているこうジャーナルみたいなのに出すっていう形で、いや本当ね、それね、僕見たんですよ。まあ、まず分かんないんだけど、何の流れか覚えてないんだけど、オノタスクって書いて、アルファベット打ちでオノタスクで、何のワードでヒットしたのか分かんないけど、いきなり論文ガーンって出てくるから、いや、高校生で、同じ学年のある先生に、ちょっと高校生で、なんか論文通ってるんですけど、だって言って、ちょっとオノなんか論文も出してるんですけど、だって言って、って言って、ちょっと見てください、これ、とかって言って、僕話題にしたことがあって、別にオノから言われてもなかったから、自分で勝手にたまたまなんかでこう、なんでなったのよくちょっと覚えてないけど、多分、なんか物理の関係で、なんか応募かなんかの履歴が残ってたのかな、なんかの関係、多分いろいろあったと思うから、で、それで言ったら出てきて、当然なんかその内容がわけわかんないから、そう、実は知ってました、それ。でも、すごいなと思いましたよね。当然、英語でね、書いてたんですけど。いや、そうですね。まあ、ジャーナルは普通に LCAS のやつなんで、別に全然、その、なんか、うん、なんかちゃんと、まあ、ちゃんとしてるんですけど、その、うん、なんか、その、まあ、正当期間が短いからね。はい。普通に、科学誌に載ったとかいうわけではないので、まだまだなんですけど、うん、そうですね。一応、そういうのも、それは本当にいい経験でした。はい、まあ、生徒会とかの活動もやってましたけど、まあ、それは、うん、まあ、サブって感じで、部活がメインですかね、課外活動。結構だから、まあ、まあ、人に本当によると思うんだけど、割とその幅広い方かもしれないね。まあ、その前回の動画で出た方とか、すごく幅広かったけど、まあ、でもね、その、
バスケットボールのスポーツもしつつ、その高校では歌もして、でさらにその物理的なものの物理部にも属しながら、あと物理部でなんかホームページみたいなのも作ってる方かな。そうです、それはあですね、それを絶対言っておくべきです。それは、物理部というよりは、まあ、どちらかというと物理オリンピックに関連していると思うんですけど、うん、物理日本の物理コンテスト、物理チャレンジが、うん、僕が高3の時に中止になって、コロナでオンラインになってしまったので、うん、それで交流の場が欲しいなということで、うん、オンラインのこうサーバー、ディスコードのサーバーを作って、ディスコードって SNS なんですけど、それのサーバーを作って、みんなで交流しようみたいなことで、うん、特別のこうイベントとかも開いたりして、こう東大の先生を、まあ、招待して、いろいろ講演してもらったりもして、うん、でもそれもすごい楽しい経験。自分でその行動を起こしてコミュニティをウェブ上で作って、そこにゲストスピーカーを招くなんて普通教授とかがすることだと思うんだけど、それ誰かがこうしたらとかってアドバイザーがいたの？そうじゃなくて自分で考えたの？それは僕の1年下に、奈良の友達がいて、それは物理オリンピックで知り合ったんですけど、うん、その2人でまあいろいろ喋っていて、あ、まあ、こういうのやったらこうじゃないってことで2人で、はい、やらせてもらって、あ、まあ、2人でアイデア出しちゃって感じ。すいません、金がうるさい。これ教会があって、はい、あ、そうか、まあ、でも日曜日じゃないのにね、なるんだね。これもう毎日時報なんで。あ、そうか、今ちょうど時間が1時間刻みでちょうどいいタイミング。あ、なるほど、はい、そっかそっか。いやでもあれは本当にね、その結構こう学問をしていて自分だけがっていうのも とても大切なことで、あの集中して勉強した上で分かることっていくつもあると思うんだけど、で共同でやることも大切だし、でもその別にこれが一歩超えてとは言いたくないんだけど、違う領域違うことに視点を変えるならば、それを多くの人に共有をしたりとか広めるっていうことをすることも僕はとても重要だと思っていて、まあ、これも一つのあのその一つの一環ではあるんだけど、やっぱりこう誰かがそのある経験をしたで終わると、なんかこういろんな本なかかいろんな考え方があるのに、それがこう知らない知られないまま、素敵なこととかも知られないまま終わるっていうのは、うん、とてももったいないなと思うから、そのね、まあ、僕は正直な話物理に全然なんだけど、でもそのやっぱりこう世の中にはたくさんの人が興味を持ったり、もしくはあどんなものなんだろうと思っている人いると思うから、そういうこうきっかけとかなんかステッピングストーン的な感じで、あるコミュニティを開くっていうのはとても意義があるから、ぜひこれからもね、あの別に物理に限らずね、逆にフォロワーシップ的にね、どっかに入っていくとかっていうのも続けてほしいなと思う。結構いっぱいじゃあ教えてくれてありがとうございます。じゃあ、ここちょっとね、あえて、なんかこう、もし他に特別な経験あれば、教えてくれたらなと思う。なかったら次行こうと思う。なんかありますか？まあ、特別な経験、そうですね、まあ、特に中高でいくと本当にいっぱいあるんですけど、うん、ちょっと僕、まあ、その僕が通ってたその工業学院、まあのユニークな感じでいくと、その、まあ、工業学院って宿川にあって、まあ、中学はもう中学とここ全然違うところにあって、中学は海の近くで、ここは山の上なんですけれど、中学の行き市は本当に 1.5 キロぐらいあるんですけど、うん、桜並木がこうあって川が流れてて、うん、まあ、車も入れないようなもう歩行者だけの通りがずっと続いていて、そういう中でもうずっと自然を感じてこうある機会していたので、それはこう、まあ、なんかそこでいろいろ歩きながらいろいろ考えたりして、いろんなことが、まあ、本当になんか、まあ、中学生は考えることぐらいですけど、いろいろ考えたりして、そういうのは、うん、ものすごくこう今結局物理みたいなものをやってるんですけれど、自分は割と自然言語でこう何かを言語化するみたいなのが非常になんか自分の特技があるとすればそこだなと実は思っていて、うん、でそういうのはまあ本をたくさん読んだ、電車の中で読んだとかもあるんですけど、うん、そういうところでいろいろこうなんか思ったりしていた
思ったりってすごいぼんやりしてますけど、本当にそのぼんやり何か思ったりしていたってことが、つながって、すべてこういろいろ、後々つながっていたのかなって思ったりしますね。なんか、心身も木工するタイミングが、いろんな生活の中であるってこと？そうですね。特に、まあ、静かな場所で勉強させてもらってたので、中高は。静かな。いやそれはね、本当、思考するっていうことをね、自然とできるってことだよね、いろんなタイミングで。しかもその何か見たときに、あ、これこういうふうにも考えられるんじゃないのかなみたいなのを、結構授業とか授業外とかで小野はこう言うから、みたいに、そこ考えてたのかとか、よくね、大体の人はこうスルーするっていうか、こう受け流したりするとかっていうところも、違いがあったら、そこ、これ違うんじゃないですかとか、なんか、ね、あ、これ、推薦文とかにも書いたけど、あるなんか、トーフル IBT の授業で、うわ、もう全部、自分で今話切り出したのにもかかわらず忘れてるんだけど、科学者の、授業の中でノーベル賞を受賞したダイナマイトを発明したノーベルさんの写真を見せたのかな、僕が。はい、そうです。それでダイナマイトを発明したノーベルさんの話がそのリスニングの内容 で僕が、こうアクティベートスキーマ的な感じでこうみんなの最初こう写真見せて、あ、これ誰だろうみたいなので、こう授業の最初にこうね、活性化するようなことをよくやってたから、それの時に まずもって誰もで、僕がこれ、ね、ほら爆発するやつやみたいな感じで言ったら、あとかって言って、あ、それダイナマイト、あ、ノーベルさんじゃないですかみたいな、お、そうみたいな、ほい、じゃあいつもの流れでいこうみたいな感じでやってたら、なんかちょっといきなりなんか みんなが問題解き始めてる時に、なんか小野がパッと手、どうした、 トイレかみたいな感じで言ったら、いや、ちょっとみんなに聞こえないように言うんですけど、って言って、これ多分ちょっと写真違うと思うんですよ、とかって言って、え、どういうことやみたいな。いや、なんか科学者、誰だったかな、あれ、科学者の。あ、パスツールです。あ、パスツールか。そう、パスツールだと思うんですけど、とかって言って、え、って言って、いや、ちょっとアメリカで有名な教育サイトの、このなんか、フォーエイドとかなんかっていうのとか言ってるから、絶対あと、ほら、見てみ、とかって言うと思うとかって。え、そうなんですか、あ、じゃあ僕の間違いかもしれないです。そこ引くからな。そこ僕の間違いかもしれないですから、ね。でも僕がちょっと教員としてこう気になってしょうがない人だから、職員室に帰って、いや、これ僕が言うから本当は違うんじゃないかな、僕がみたいな思って調べたら、本当にそのパスツールの肖像画の写真と全く同じで、つまり僕が提示したのはパスツールであって、そのノーベルさんの写真では全くなくて、で、それを機に、小野のおかげで、そのなんか教育サイト、アメリカのなんかどっかニューヨークかどっかにあるサイトに僕がクレームのメールを送ったんだとかって言って、で、小野にこれ送っといたから、小野が合ってたからこれ間違えてんぞみたいな感じで、ちょっと直してくれないとかって、世界の人が見てるからとかって言ったら、向こうから全然返事が返ってこなかったんだとかって言って、返ってきたら面白かったのになって言ったら、普通の生徒だったら、あ、それまた、あ、そうなんですかとかって言って終わるのに、なんでか知らないけど、小野は、To whom it may concern っていうフレーズを見て、あ、伊賀先生、授業ではこのフレーズやったことないですけど、初めて知りました。ありがとうございますとかって、そこかみたいな。覚えてる？覚えてる？あれ、多分覚えた。それが、確か、その翌々年かの、京都大学の英作文の問題で出たんだよ。あ、はい、まあそれどうでもいいんだけど、いや、そういう観点とかが普通の人がこうスッと受け流していくところを、これパスするちゃうかなとか、これスッといくところを言語的に言うと、これトゥーフーム人メイコンサップ、めえ、これすごいな、この表現とかって、これすごい使える表現ですねとかって、そういう感覚ってこういう時にこれ指摘するんだぞ、はい、5ページに書いてあるやろとかっていうふうに教えてもらうことじゃないから、学校で。それは本当になんかやっぱ日頃から、さっき戻すんだけど話を、なんか小野が心身木工をするっていうところに今話聞いてみて、あ、そういうところあるからやっぱこう指摘できるんじゃないかなとかって思ったりもしましたね。はい、すみません、また僕が喋って、いや、でもとてもいい。じゃあちょっと後半行きましょう。はい、ハーバードです。
ハーバード大学の、じゃあ、まあ、大学なんでね、とりあえずここはちょっと押さえとかないと、学習ですよ。そうですね。結構動画とかではキャンパスツアーとか、ね、YouTube とかでは載ってたり、綺麗に編集して、もう僕すごくすぐにパッてアップロードしちゃうんですけど、なんで、ちょっとあえて、今撮っている、現在履修している講義の内容とかについて、もし話せることとかあったら教えてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。今僕学部1年生で、まあ、ちょうど秋学期が本当についさっき4日前に終わったところなんですけれど、ハーバードの1年生の秋学期は4つまでしかコースが取れなくて、ここちょっと日本とだいぶ違っていて、日本の例えば東大のリーチだと15コマ、週15コマまず必修があって、で、では12コマぐらいですかね。で、キャップって制限が15コマなので、もうあと自分で取るのは3コマとかそんな、まあ、ぐらいのところなんですけど、ハーバードは4レクチャーですね。コマじゃないんですけど、ここ大事なんですけど、4つコースまで、4つまでコース取れますと。で、各コースが、まあ、大体週3コマか2コマ、講義があって、プラスセクションといって、まあ、院生とか、あるいは学部生のチューター、CA、TA の人たちが、教えてくれる、補足をいろいろしてくれるのが、まあ、少ないところだと1なんですけど、多いところだと週4とかあって、あとオフィス週アワー、4、その1つのモジュールに対し、授業に対して4回あるってこと？そうですね。え？数学とかだと、はい。まあ、自由なんですけど、必修じゃないんで、ああ、そういうことか。院そういうこ参と加で週4で、プラスオフィスアワーが、TA のオフィスアワーとか、あるいはもちろん教授のオフィスアワーとかもあるみたいな感じになっていて、割と盛りだくさんという感じですね。なるで、ほど。はい。で、まあ、具体的なコースの話をすると、数学、物理、あと経済と、まあ、もう一個物理を取っていて、今。数学はマス55、55で、それはなんかものすごく有名なコースらしくて、僕全然知らなかったんですけど、ウィキペディアのページがあるぐらいらしくて、なんかそれ有名な教授さんが教えている講義。割と、マスティスファイ。マス55です。マスの、マス55ね。でかいです。そういうのがあるんだ。一応大体普通の大学の学部4年間の数学をなんか1年でやろうみたいな、なんそかの言ってすごたくね、それ。えげつないね、それ。アグレッシブなコースで、嬉しい、攻めてるね、確かに。物理も16って、もともとは、もっとなんか大きなナンバーだったらしいんですけど、この16っていうのは、先生がハワード・ジョージアっていう人で、その人はもう、今、70、80ぐらいなんですけど、その年代で今ご存命の方の中では本当にもうトップのトップ数学の界で。2、3人しかいないようなレベルの人のうちの1人で、それで16をもっと上のコースとかも取ってるんですけど、それでその16を選んだっていうのがあって、それは、まあ、大体力学あ、で、まあ、50、ごめんね、50の上が60ってこと？55は、マスで、16はフィジックスです。あ、55はマスで、65がフィジックス。その2個目の16ってやつはフィジックスです。ああ、なるほどね。16がフィジックスか。はい。え、で、今言ったハワードさんはどっち？ごめん。は、フィジックスの方ですあ、フィね。ジックスの方か。あ、じゃあ、小野が一番ゾクゾクするところだね。そうですね。いや、それは本当にすごい、めちゃくちゃいいコースで、え、本当それに。は自由なんだけど、取ったってこと？結局。そうですね。それは取りあ、ました。おお、よかった、よかった。やっぱそうでそういすうね。のって取れないっていうところもあったり、人気があったら。取るのは全然自由なんあ、でそうなんすだ。けど、そうですね。この録画前の雑談でも言ったんですけど、そのマス55、1個目のやつですね、は、だいたい最初の授業80人いて、1週間後の授業はまあ40人ぐらいになっ それ何、て、脱落したってこと？そうですね、もうみんな無理。まあまあ、全員が脱落っていう、本当に興味が、いや、どう違うかな、方向性がっていう人もいるとは思うけど、結構多くの人はもうついていけないやっていうことで変えたっていう、そういうことね。それすごいね。そうですね。で、2つ目の16は、最初の講義80人ぐらい、すごい大きな講義でやったんですけど、80、講義室でやったんですけど、80人ぐらいいて、
で、まあ、1ヶ月後見ていたら20、23個かな。最終的に20人ぐらいしかいないみたいな感じで、なんか、まあ。この講義取ってたらエネルギーと精神的にちょっときついぞということもあるかもしれないね。20人に減ったってことか、20数人に。すごいな。です。まあ、その2つはどっちも、その1つを取ったらもう他は楽なのにしとかないとダメみたいな、割と。なるほどね。ちょっと重いわけね、かなり、それは。じゃあ、授業的には。かなり重いっていう。でもそれ2つとも取ってるってことでしょ。そうですね。あと2つも取ってるような人もまあ中にはいるというか、それになって、そうなったらもう10人以下ってこと、そういう人は5人、5人ですね。5人、もう知ってるんだ、まあ、あいつ取ってるし、もう仲のいい、もうずっとその5人でずっと宿題とかもうどんどん潰していってっていうか、その中には僕多分あのレベルが高すぎて当然入りたいと思わないけど入れないわ。すごいね。じゃあその人たちはそう、小野と一緒にその物理と、まあ、数学に関しては結構意見交換とかを一緒にしたりするわけや。そうですね。もう授業とかの後はもうずっと一緒に宿題を。最高だね、それ。宿題なので一緒にいたって感じです。いやー、そういうのってね、お金じゃないからね、本当に。出会おうと思っても難しかったりするしね。よかった、ラッキーだったね、それは。じゃあそれが、まあ、数学の55と、あの物理の16と、で、あと2つ。ああ、そうですね。まあまあ、でも、全部を話さなくてもいいけど、名前は何だったっけ、あと2つ。簡単に言うと、経済の、これは一番ファンダメンタルなコースで、エクテンってやつで、まあ、割と軽めのコースで、本当に700人受けてるのかな、うん。ハーバードの1年生の4人に1人は受けてるみたいな。ああ、そうなんだ。ただ先生がレイブソンっていう、もう本当に経済学だったら誰でも知ってる方で。レイブソンさん、なんかむしろ僕より親がなんかめちゃくちゃ。あ、そうか、そうか、そうか。ね、それ経済だもんね。うん、はい。で、もう一つが、もう一つは、もう一個物理を取っていて。あ、それがもう一つ。でも週1コマのすごい、こう、お気楽にもっとなんか物理いろいろ、なんかワイワイやろうよみたいな感じなんですけど、それは、先ほどのハワード・ジョージア先生は理論の方だったんですけど、これは実験ですごい、うん。ああ、いいじゃん。はい、方で、まあ、ちょっと紹介すると、まあ、原子物、なんか原子とか分子のレーザー冷却の実験でも本当に世界で一番の方で。それ現に見せてくれるってこと？そうですね、研究室案内してくださって、して、あと夏の、来年の夏とかのこのラブに入ったりして、こう、みんないろいろインターンとかもあるんですけど、そういうのいろいろ手配してくれたりとかも、そういう。じゃあ理論とプラクティスの、まあ、セオリーとプラクティスの方の両方をちょっとできているわけね、今。そうですね。いい感じの。そうか。いい感じのバランスよく取れたね。結構、その履修取るのも結構考えないとね。はい、やっぱ一回取っちゃうと、課題もそうだけど、その期間とか時間も取っちゃうし、ある程度ちゃんと考えないという。まあ、これは別にハーバードに限ったことではないし、どこの大学行ってもと思うけど。そうか。いや、やっぱ物理は割と、でも言うて学部生だけど、比重多めに今回は取ってみたってことか。そうですね。まあ、ただ来学期はもうちょっと多めに取る。あ、もっと。結構高校終わりの時に、いや、ちょっともうちょっと視野広めて、ちょっと物理からわざとこう出ていこうかな、違うところに行こうかなとかって言ってたけど、どっぷり結構行ってんな、それは。じゃあ来期はちょっと大学院とかの授業も学部生で入っていいとか聞いたの。ああ、そうか。あ、じゃあ聴講生とかで普通に授業に入るってこと？いや、もうなんか完全にレジスターし、レジスターでちょっと迷ってる。あ、クレジット。そうですね、それ一つちょっと紹介したいのがあって、アメリカのこの学部、特にハーバードはアカデミックアドバイザーっていうのがもう1対1でついていて、うん、その人がもういつでもその、まあ、学習とか特にコースワークの質問に乗ってくれるので、うん、もう僕もこの1学期の間も何回と話したんですけど、うん、そういう人がすごいその分野で学んだ人なので的確なアドバイスをくれるので、そういうのがあって、まあ、そういうまあ、機会あるってことです、はい、それは何、1週間に1回とかじゃなくて自分が求めたら対応してくれるってこと、はい、いつでも対応してくれて、例えば、はい、そうかそうか、あ、ごめん、はい、どうぞ。あ、いや、さっきのそのなんかこの授業取ろうかなみたいなのの相談に乗ってくれるっていうことです、うんうんうん、アカデミックアドバイザー、トーフルでやったな、それやったよ。あ、
なんかそういうのあった。まあまあ全然あれだけど、アカデミックアドバイザーあったな。UC、あ、一応アカデミックアドバイザー、まあ、そうか、ついてるな。うん、あ、でもそうか、ついてるな、ついてる。結構あのアカデミックなこと以外でも、こうメンタルのケアとかに関しても相談できたりする、それは、その人に。はい、それも1対1 の、 あのメディカルアドバイザーみたいなのがいるので。あ、別に？あ、はい。それも、手厚いです。それはあの本当にお医者さんの方で、うん、サービスのセンターの方。うん、それはかなり手厚いと思うな。うん、そっかそっか。ありがとうございます。じゃあ、次なんですけど、これ大きく言って、今度は、環境、ハーバード大学の環境、例えば大学の施設とか、まあ、周囲の様子とか、あのちょっと教えてくれたらなと思うんですけど。は、まあ、ちょっとなんか写真を共有。お、ありがとうございます。これかな。このためにですね、ちょっと待ってください、ね。これ、ズームだからね、こういうことできるっていうね。このためにわざわざアルバムを作ってきた。ありがとうございます。なんか、もうどんどん、どんどん説明していってください、じゃあ。手短に紹介します。これがさっきやってた教会で、はい、僕の寮のすぐ横にあるやつですね。あ、これ見えてますか、今。これ中すごい綺麗だね。はい。名前はわかる？ちょっとわかんない。まあそういうもんやね。そういうもんや。でも日曜日は本当にやっぱりいっぱいいろんな人が来られて、うん、はい、って感じですね。大学の中に教会があるってこと？大学の中に教会があります。これが教会の中？いや、これは食堂です。食堂だよね。これよくさ、はい、勉強も、あ、じゃこれは違う、単なる食堂か。はい。まあ、これは、勉強するところでなんかかっこいいやつは、わいな、多分図書館のやつなんですけど、それはそうですね、ここでは。でもこれ単なるって今、失礼な話だけど、めちゃくちゃ、こう、荘厳な食堂だよね。あ、中央、東大の中央食堂は中央食堂ですばいいと、いいと思うんですけど、あれはあれでこう形じゃなくだいぶこう様式がこれどうなんだ、ヨーロッパっぽい感じ。そうですね、このステンドグラスがこうあってね、ステンドグラスが食おしゃれだよね。まあ、で学食っていうかな、どう味とかメニューとか、それはちょっとノーコメント。はい、まあただ建物はいいということで、いや、これはちょっと後 の、 ボストンの衣食住のところで紹介したいんですけど、そのボストンってお金を出せばいくらでもいいものは食べれるんですよね。うん、ただ、うん、まあ、大学の中はまあでも生活をつないでいける程度の衣食住はできると思います。なるほど。はい。はい、あ、で、これがその外ですね。これが今さっき見たステンドグラスで。食堂ってことだよね。そうですね。さっきはこっち側、奥側から撮ったんですけど。芝生が綺麗だな。ああ、そうです。で、この塔のところにサンダースシアターっていうやつがあって、それは、まあ、さっき言ったエコノミクス10っていうのがあるところでもありますし、あとイグ・ノーベル賞の毎年会場になっている。あれのイグ・ノーベル賞、某同僚の先生とかよく今年はこんなんで賞取ったですか、教えてくれるね。日本でも結構ニュースとかにもなったりする。そうですね、日本人はイグノーベル賞めちゃくちゃ強いので。はい、うん、あ、で、これ、なんかめちゃくちゃリスがいるっていう話です。その寮とかに窓開けてたらリスとか入ってこない？さすがに大丈夫です。僕のところは、木があんまりないので。僕のところなんかね、5階に住んでるのに、いきなりちょっと開けたらリスがちょって登ってきて入ろうとするから、下手に窓開けられないんだよ。そうか。すごいかわいいね。うん、これが、あ、先に自分の寮を紹介した方がよかったんですけど、これ上級生の寮の一つで、うん、ダンスターかな。なんかもうこういうふうになんかものすごいなんか塔とかもついている、すごいなんか綺麗な感じの寮が、うん、今ここ僕がいるのがヤードって言って、うん、キャンパスの一個南側なんですけど、そのもう一個南側にこの上級生寮がずらーっと並んでるこうところがあって、それは本当に一個の街みたいになってて、綺麗、うん、綺麗。はい。で、まあ、
ああ、そうですね。これが、だから、教会が左側で、右側が僕の寮ですね、セギアル。で、まあ、この左に見えるのはまた寮なんですけど、まあ、こういう感じで寮が、このヤードって呼ばれるところは、本当に寮がいっぱいあって、庭に囲まれているという感じです。うん、あ、これがまあ入学式の様子です。うん、お、なんか、あ、入学式じゃないですね。これは、卒業式が、コロナでオンラインになってたので、その、オフラインを機に、この、前の学年の卒業式が行われてたのをこう見物しに行ったという感じです。あ、そうそう、今僕もそれ驚いたけど、 UCL もそうだけど、1年前のが今年行われるって結構ね、まあ日本でもそうか、日本も結構そういうのあったから、そういうのあるかもしれません。はい、うん、これがまあなんかこういう感じで、なんかまあこれはその入学式かなの後のレセプションみたいなのがあったんですけど、その当時はですね、僕日本から来たんで、そのなんか普通に屋外でもそのなんかマスクを外してこのなんか食事をするという、うん、マジかよみたいな感じがあって、うん、驚いて撮ったっていう感じです。うん、屋外はみんなマスク外してるんですよね、意外と。屋内はマスク必須なんでみんなちゃんとしてるんですけど、うんうん、っていう感じですね、アメリカのボストンの状況としては。うん、あ、でこれが、これがさっきの教会がまた見えていて、ここは広い、まあここは一般の人もこういっぱい通行するところで、うん、冬になるとですね、このベンチみたいなのがあるんですけど、そこで焚き火が行われています、今のところ。はい、寒いからね、ボストン。めちゃくちゃ今寒いですね。めちゃくちゃ寒いからな。あ、これはですね、はい、その、なんかある寮に、数学のなんかセクションが上級生の寮であって、うん、で、そこでなんかこう、すごい有名人がいっぱい来てこうサインをしていて、おお、はい、有名人来た、はい、ヒラリーさん、うん、これもみんな政治家なんですけど、なんか面白いなと。ヒラリー・クリントンさんもハーバード出身っていうことではなくて、あ、ヒラリーさんは、ウェルズリーで、まあ、近いんですけど、まあ、ボストン、あ、マサチューセッツの女子校出身。あ、訪れたっていうことで記念でオートグラフしたってことか。ただ訪れたって感じ。なるほど。そうですね、これもさっきの同じところなんですけど、これはサイエンスセンターって言って、科学系の、まあ、主に、数学の人が入っているところ。右下に見えるのは校門じゃなくて、これは単なる通用門。これは、北の校門ですね。はい、北の校門。なんかハーバードはそのなんか大きいのとちっちゃいのがあって、なんかちっちゃいのを通らない、なんか受かるまではちっちゃいのを通るみたいな、なんか謎のなんかのお菓子聞いたことがある。僕言ってたね、それ。だけど、まあ、実際本当に結構、東大もそうじゃない、でも東大も結構横通ったりするしない、なぜか。はい、駒場はそうですね、駒場は横を通ります、うん、はい。ハーバードも横通るからな、みんな、なんか。うん、ここは多分それは正門で こっちはなんかみんなまあ普通に通っている。うん、はい、いう感じで、これは、まだ秋のことです。いや、天気いいな、もうロンドン常に曇りだからな、うん、すごいな。こんな感じですね、まあ、大体一緒のものですけど、まあ、これも秋で、あ、一個面白いの、これ今ヤードってさっき紹介したそのハーバードヤードっていうところで、うんうん、この後ろにあるのも寮なんですけど、あ、これは、ね、考古学のね、はい、これはジェネールって言って、ハーバード生が絶対取らなきゃならない一般教養の授業のうちの一つなんですけど、ハーバードって下にそうですね、考古学的にすごいなんか有用なものが埋まっているらしくて、昔の。そう、結構有名だね、その話。授業でこう掘るんですよね。で、なんかそれは面白かったので、こういうのもあるんだよ。なんかね、その話を受けてなのか、TOEFL IBT のリスニングの問題とかで結構そういうネタが出てきて、大学のキャンパス内で考古学の授業とかするんですか、そうなのよとか、行かなくてもいいの、遠くまで何が見つかるか楽しみでしょう的な感じのリスニング結構あるからな。なるほど、なるほど、はい、そうですね。あ、これが今言ったサイエンスセンターと、サイエンスセンターの中、この右手に見えるのは24時間空いてる図書館ですね。うん、だね、まあ、これはモダンな感じだね。そうですね、これが一個モダンなやつで、あ、そのなんか面白い話として、ハーバードって赤いレンガがもの建物がいっぱいある、うん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 、赤いレンガじゃないとダメみたいな感じのこうなんか慣習があったんですけど、このサイエンスセンターを作った時に、うん、なんかもう全然赤レンガじゃない感じにしちゃったので、なんか一部の人が憤ったという話を聞いたことが、
まあ、結構そういう建築物とかも建てるときって統一性とかアカデミックなのはレンガだろうとか日本のね大学とかでもよく言われるモダンにするのって結構移行する大学あるけどやっぱりこう伝統的なこういう流れのね建築の方が大切でしょうって結構分かれるからね。そうですね。まあ、僕的にはレンガでいいかなと思います。まあ、というのは変わった建築はまあお隣の大学にいっぱいあるので、ああ確まあ、かそに。こと。確かに。あ、これ最後に紹介したいのが、これが僕の毎日通っている物理学棟で、左側がジェファソンっていう、トマス・ジェファソンですね、アメリカの政治家の方が寄贈してできたやつで、こっちの右ああ、側がそライうなんだ。マン。ライマンさんはマサチューセッツに住んでいた物理学者で、考古物理を取っていると絶対聞く名前なんですけど、そうですね、今これ雪が降っていて、つい1週間前ぐらいに取ったやつなんですけど、ここの上に図書館があってですね、図書館はもう誰でも使っていいので、僕は本当に、もうずっとこもってますね、ここじに。ゃあ、寮で勉強するよりは結構図書館行く派？そうですね、もうこの図書館、本もありますし、黒板も、まあ、それは、まあ、ここで記入とか、こういうふうに通路に黒板がずらってあって、おしゃれ。はい。なんかこちょっの、とでもこの廊下に黒板的なものがあるってあるなんかあれだな超日本のある、ね、近くにあるすごい学校あるじゃないですかとかもうなんかなんかちょっとね同じ地域にねあるなんか日本1、2番とかでよく言う学校にもなんか黒板ではないかもしれないけど廊下に結構そういう、ね、アカデミックなものがあるとかあったりするけど。ユニークだね。そうですね、ここにアインシュタインの銅像もあって、ここは1個好きな場所で、これそうですね、物理学科の中にここにキッチンがあって、ご飯食べるとこあって、ご飯食べるとこもここまでガーッとこう囲まれてる。そんな感じで、こういうふうに教室にはノーベル賞を取ったハーバードの先生がいっぱいいます、写真が。もういすごい、やー。授業の方とばかり。で、あ、最後に1個だけこれを紹介したいんですけど、このなんか、ハロウィンにかぼちゃを落とす 習慣があって、うちに。で、はい、窓から窓から、ちょっと待ってください。いけるかな。動画がズームでいけるかな。こういう感じで、なんかかぼちゃを落とす習慣があって、なんか面白かった。これは何？これ伝統？伝統らしいです。なんか、ドロッピングパンプなんキかンちズ。ょっと紅葉ネタで申し訳ないけど、なぜか卵のやつを思い出したわ。そうですね。それを僕も思いました。でもこれちょっと物理っぽくですね。なんか液体窒素で凍らしてあって、それで終わりやそつ。うなんだ。液体窒素で凍らしてたの、今の。いや、じゃあ、あれです。こっちのパンプキンの方です。パンプキンの方？はい。そうなんだ。普通にかぼちゃ落としてるだけではないってことね。そうですね。なんまあ、そりかゃちょっそうと手か。の込んだ感じです。はい。という感じの、まあ、こともありつつ、施と設いう。紹介。結構じゃあ、今見せてくれたのは、割と物がこう日頃使っている施設が多いってことね。そうですね。僕が愛用している、このジェファソンとか。いや、でもやっぱ、ね、外はレンガ式だけど、中は結構モダンな、綺麗だね。結構。そう。右下に今見えてるのは、ちょっとした教室？ちっちゃい、右の下のプロジェクターがぶら下がってるようなもあ、これですか。の。これも教室の一つですね。黒板があって。すごいな。黒板がズワーって。なあ、そうです意ね。外と、でも大講義室とかもは当然プロジェクターでバーンで授業するけど、こういうはい。こう小さいミーティングルームとかでは黒板が結構置いてあるってこと？そうですね。大講義室もプロジェクターと黒板併用みたいな形で、ほとんどの人はプロジェクターをそういう時は使ってらっしゃいますけど、まあ、メモとかこうちょっと書く時にこう黒板を使っておられる先生も中にはいる講と。義で黒板を使う人っていうのが多い。それは少ない。多分、わかんないです。僕のと今回取った授業で黒板を使っておられる先生はいなかったと思います。
プロジェクターにこう自分の iPad で書いたやつをプロジェクターに写す、うん、というのはその黒板で書くより微妙に早いので iPad で書いた方が、あというのを瀬若菜先生はやっている。東大は、あ、そうか、オンラインだから、そうか、わかんないか、オンラインだったんでわかんないんですけど、多分黒板使って聞いた話だと、まあ、割と黒板の人もいる、うん、ロンドンはもう間違いなく黒板なんかないから、普通にあれだね、ホワイト、プロジェクターでやってるけど、黒板っていうのがね、でも中国とかでは黒板は、あ、いや、あんまない、今はもうあんまないって言ってたな。だから日本結構独特な文化になりつつあるんちゃうかなと思ったりもするんだけど、でも、あ、でもそうか、他のね、発展途上国も含めて黒板か、そりゃそうか。ホワイトボードとかプロジェクターは、まだまだ日本もこれから ICT だって、これからってか進めてるから、あれだけど、まあね、まあ、どうなんだろうね。物理と数学はちょっと特殊で、黒板好きな人が多いかなと思います。みんな、なんかやりやすいですね。はい、うん、羽衣チョークがすごい人気で、取り合いの。はい。すごい、それは。やっぱり羽衣って全然違うんですよね。なんか、海外の試して思ったけど。はい、すごい大人気ですね、羽衣。え、じゃあハーバードで羽衣は使われてるってこと？あ、もうもう、羽衣を持ってる先生にわざわざ持ってない先生が取りに行くこれ。これ、この動画、羽衣の宣伝になりそうで、ハーバード大学では実は羽衣チョークが使われていますっていう、これ、すごいネタになるのが一個今、こういうの待ってた僕今。そうなんだ。数学界では羽衣って有名ですよ。あ、そうなんだ。あ、そうか。じゃあ僕が知らないだけか。でもね、結構ね、公用で使っている赤ペンとかのジムに置いてあるやつは、ロンドン大学で結構使われてたりして、僕がずっと教員の時に使ってた赤ペンとかで、たまに青ペンとか斧が一緒の買いましたとか言ってたよ。あれ結構ロンドン大学の教員ほとんどあれ使ってる。ああ、なるほど。結構同じものを使ってるとちょっと親近感湧いたりするね。うん。ありがとう。じゃあ、ちょっと、あれだね。今、どこまで行ったんだろう。じゃあ、元に戻りますけど、今、そう、だから、施設の話を、充実した話をしてくれて、ありがとうございます。じゃあ、あともう少しなんですけど、今度は、衣食住についてなんですけど、まあ、ハーバードというか、ボストンにハーバードはあるので、まあ、それも含めて、どんな生活とか、まあ、食とか、まあ、しているのかなっていうところをちょっとお話ししていただけたらなと思います。どうかな。そうですね。まず、じゃあ、どんどん外にこうボストンで目を向けていくとして、最初のスタートはその10から始めようと思うんですけど、今僕がいるのが今僕の寮ですね、Sayer。で、まあ、Sayer はすごい、非常に古い寮で、例えばこれ、僕の今、そこの窓の枠に書いてあるんですけど、1900年ってことで、まあ、1900年の人も、にもここに人は住んでいたってことで、ものすごい古い寮ですね。で、まあ、これ地下室はこんな感じでいる。え、これ寮？寮ですね。寮の地下室。おしゃれだね、寮。そうですね。なんか、この寮は割と大きいので、こう勉強部屋があったりして、いい感じですね。なので、これ僕の夜、まあ、外に教会が見えるっていう感じ。めっちゃなんかロマンチックでいいところやん。はい。で、まあ、一食。まあ、いいはそんなにないんですけど、まあ、いいから先言うと、まあ、服はもう T シャツは大学でいっぱい来られてるんですけど、まあ、ユニクロもあったりします。あるな、ロンドンも高級ブティック街にあるわ。なるほど、そうなんですよね。なんか 安いという感じではなくて、うん、ユニクロはもう完全なるブランディングされているからな。いや、日本とは全然違うね。うん、でもなんかまあ、ここは日本語が見れるので嬉しかったりします、ね。あと、まあ、無印とかもあったりするんですけど、うん、これはちょっとまあボストンをいろいろ紹介して、まあ、途中なんかこの某大学があったりするんですけど。ああ、MIT が。そうですね、はい。ボストン。ボストンはすごい古い町で、アメリカで一番古い町で、古い町の一つで、まあ、こういうふうに歴史的な建造物がいっぱいあったりします。あ、ここは、うん、一番都会なところですね。ここはなんていうところ？具体的な名前は分からないんですけど、空港がここら辺にあるとすると、そのちょっと降りたところの一番都会なところですね。うん、
はい、港です。これがそのティーパーティーで有名な、はい、港です。ああ、ティーパーティーしたね、中学校の時に。はい、ティーパーティーバやる。ッサはバッい。サバッサ、プログレスっていう教科書をね、使ってティーありまパーした。ティーやったね。すごいローカルなネタになっちゃってるけど。なんかやっぱね、僕も一回、そのね、個人的にボストンを視察に、ハーバード視察に行った時にも思ったけど、本当にのど、あ、まあいいや、のどかでね、まあ、ニューヨークは本当殺伐としているにもかかわらず、ボストン来た瞬間に平和みたいな感じで、あ本当にこう、まあ当然過去にはね、いろんなこうテロとかの関係もあったけど、でも全体的にはめちゃくちゃ治安がいいところで、もう全然雰囲気が違うからね、あそこは本当にアカデミックな雰囲気だし、こう平和だし、のどかだしっていういい意味でこう心が落ち着くような場所にね、感じだから、全然こう、ただやってることはストレスフルなことになるけど。街としては本当にすごい、なんかよくできた街ですよね。本当まあ、っにいいて言っとてもころ。僕はボストンと今、この前ニューヨークに行ったんですけど、初めて。そこしか行ったことないんで。そうですね。これが、コモンズですね。ボストンコモンズ。今、すごい大きな公園で。そうだね。はい。で、まあ、リスもいるけど、これは触っちゃダメって言われましたね。なんか病原菌みたいな。あ、そう。あ、それなんかガイドさんに何か言われたな。はい。で、これが有名なやつで、このボストンに上陸した時の、なんかこういう、これもなんか有名な建モ造ニュ物メンらトしい。ね。はい、モニュメントがいっぱいあったりします。で、まあ、MIT はちょっと飛ばすとして、はい、これが、電車で、ボストンの電車は色で分かれていて、こう、レッドとかブルーとかでも分かりやすくても一本道なんで、まあ、ただ地下鉄はあまり良くないですね。こう、やっぱちょっと、なんか薬物とかの匂いがちょっとしたりして、まあ、日本の電車がすごいんいでや、す日け本ど。の電車は綺麗。まあ、日本全体的に綺麗だからね。そうですね。まあ、ただでも全然交通の足としては悪くないですね。僕は車がすぐ寄っちゃうので、電車を、はい、よく利用してます。あ、これチャールズ川ですね。ハーバードが、あ、ここら辺にハーバードのこれど塔こが。から撮ってんの？これ。かなり橋から。遠。これでもハーバードとか MIT があるところって結構全体的に学園都市的な感じだけど、ここは結構離れてるところから撮ってるの？あ、ここはまだハーバードの、なんていうか、テリトリーです中、ね。あ、キャンパス。こうキャンパスが南にも実はちょっとあって、運動場とかは、こう体育会系の人がいろいろやってるとこがあって、そことの間の橋ですね。まあ、これはもうちょっと行ったところで。で、なんで、そうですね。これはもっとチャールズ川の、もっとそうですね、河口に近いところで、なんでこっちにこの日歩いて行ったかというとですね、あ、これがボストンカレッジですね。ボストンユニバース。っていうと、まあ、ボストンマラソンがあってですね。あれな、おお、みんな走めちゃってくちるゃ、ね。はい、応援してて、まあ、昔はテロとかも。1回だけあったりしたんですけど、まあ、漫画がすごいんだね。あ、そうですね、漫画の場所があってですね、なんか、めちゃくちゃ、なんか、すごい。というメのタは、でこの。このお店、なんか、看板がアメリカンコミックって書いてあったんですけど、中入ったら日本の漫画しかなくて。じゃあ、日本のね、力がね、日本の漫画の力がね、アメリカのコミックスをこう、シェアをどんどん取っていってるぐらいな感じなのね。いや、実はロンドンも本屋さん行ったら、漫画って書いて、ディスプレイされてるのは日本の漫画ばっかりで、やっぱりその、向こうの海外の漫画よりも日本の漫画を特集されてることが圧倒的に多いかな。まあ、そんな感じのあり、なんかちょっと怪しいとこな感じのこのジブリショップもありっていう感じですね。まあ、ボストンはそんな、これ無印ですね。無印、僕初めて知ったんですけど、無印を無地って言うんだなって。向こうで。はい。みんな無地っそて。うなんだ。こっち言ったかな。僕ちょっとあんま記憶してない。無地って聞いてないからかもしれないな。省め略ちゃされくちてゃ無地。高いけどな。ああ。この上のクリスマス、なんかこの靴下みたいなのがすごいアメリカンだなと思って。
まあ、こういうのは。なんかでも20ドルとか書いてるから、そうでもないなって感じだな、その差が。いや、でも高いか。もう高いか。やっぱびっくりしたのが、なんか日本で言っている、最近、さっき、小野には紹介したんだけど、その、なんだっけ、加湿器の小型のこの、机に置くやつを買ったんだけど、これはアマゾンで買ったから、そんなに2、3000円とかで買えたんだけど、無印で買ったら、6000円とか7000円って言われて、なんかもう45ポンドとかって言われて、ええー、と思って、で、日本でどれくらいって調べたら2000円ぐらいで売ってるの。ほんまに高いなと思って。じゃあ、ボストンのどう、そこら辺の物価的なのは日本と比べたらどう？多分めちゃくちゃ高いと思います。というのは、まあ、食の話を手短にするとですね、うん、例えばこのラーメンがあるんですけど、このラーメン一杯でだいたい1500、800ぐらいします。やっぱするよな。ロンドンもそう、なんか2000円とか1500円以上当たり前。で、まあ、いろいろ日本食を巡っ友達と巡ったりしているんですが、まあ、これだとまあ2000円ぐらいですね。はい。という時々日本食。あと、マサチューセッツはリンゴの農家もいっぱいあって、アポーピッキングっていうイベントがこうあって、秋にリンゴをみんな取りに行くんですよね。で、2000円払うと、まあ、これぐらい取り放題でまあ取れる。それ農家に行くってこと？農家に行く。リンゴ農家にこうドライブにみんなで行って、まあ、リンゴ食べて、アップルパイ食べてという。ああ、いいね。欲しいですね。はい。いいね。なんか美味しそうなのいっぱいあるね。なんかお化けもあるけど、すごいな。これはハロウィン食堂ですね。アメリカはハロウィン結構どう？どんな感じ？ボストンのハロウィン的な。結構僕は盛り上がってる。その日本よりは、日本より商業感は低かったんですけど、この家庭内での盛り上がりは割と。あ、いや、ロンドンはびっくりするぐらいなかったんよ。え？いや、もっとなんかハリー・ポッターのね、国っていうイメージも僕の中であったから、なんかこう、なんか関係ないかもしれないけど、そのハロウィンもっとすごいだろうとかって思って、なんならこう通り歩いたらハロウィンの家になってるみたいな感じのぐらいのも期待してたんだけど、全然そんなことなくて、まあ、当然、街の中にはそういうのはちょっとはあるけど、全然、もしかしたらでもコロナの関係もあったのかもしれないけど、でも、うん、オランダはなかったですね、僕が住んでた時は。別のイベントがあって、ちょっと違うのがあった気がします。なんかいっぱい美味しそうなもん、韓国料理もやっぱ美味しいもんね。まあ、ただ、食堂はちょっとまあ、まあ、さっきも言ったんであれなんですけど、あ、焼肉の店もあります。牛角があります。あるね、牛角。高いから行かないけど。ホストにあって、これは最後試験終わりに打ち上げで、あとなんかお菓子もいっぱいあって、日本。あ、そうか。で、ハーバードは試験が当然、そうか、学部はそうか。レポートとして 何千何万とか出すとかじゃなくて、試験をあるところに、試験室みたいなところに行って受けて出すって感じ。その場合もありますし、僕が受けた数学は1週間と持ち帰りの試験で、で物理は、最後、すごい難しい問題が出て、それを先生の前でなんか解くみたいな感じで。それが試験ってこと？はい。先生の前で解くの？はい、めちゃくちゃ緊張しました。それなんかアカデミックな能力以外のところかなり要求されてるな。その人前でそのプレッシャーをかけられている中で自分の力をこうどれだけ出すかみたいな。全く違うスキルを求められてるな、それ。でもなんかまあ、論文のディフェンドとかもなんかそんな感じかなとか、ちょっとそう。いや、嫌だな、それ。そうか。でもすごいな、それは。ただ、きつかったのは持ち帰りの試験ですね。持ち帰りなので、その分めちゃくちゃ難しいので。あ、なんか日本のね、お菓子もね、いっぱいありつつ、じゃあ食をいっぱい、一食と、なんか結構いっぱいあるな。ロンドン少ないんだよな、2個しかないんだよな、一番大きいのも含めて、しかもめちゃくちゃ高いから行かないしな。え、近くに日本のスーパーマーケットとかで手に入るところがある？それとも結構遠くに行かないとない感じ？日本のやつは一つありますね。一つちょっと離れたところですけど、自転車で20分ぐらいのところにあります。ただ一番近いのは、はい。あ、自転車、あ、ブルーバイクっていう自転車のこう、もう乗り捨てていけるこのレンタル。こっちもなんかあるんだけど、全然なんかちょっと、なぜかちょっとおじけづいて利用してないんだけど、街の人はみんな使ってる。
え、斧とかも結構使ってる？いや、僕は一回使って乗り心地が悪すぎたので、普通に。結構ロンドンはみんな、多分政府が車を乗るのをやめようっていう動きとか、環境に配慮するとか、ヨーロッパ全域かもしれないけど、言ってて、自転車のその乗り捨ての、日本でもね、結構あると思うんだけど、だいぶ発展してて、みんな結構乗ってるんだけど、なんかややこしそうだからちょっとおじけづいて全然乗ってないけど、やっぱアメリカとかも結構そういうのあるってことか。そうですね。まあ、未だに車、みんな車だとは思うんですけど、まあ、自転車もある感じですね。なるほど。はい、食事はところです。いやいや、もう十分。ありがとうございます。ではでは、じゃあもう最後になってしまう。よいしょ。あれ、ちょっと待ってよ。これはこうか。よし。じゃあちょっとこれ自由項目で、またもしこと伝えきれなかったなんか特別な魅力が、まあハーバード大学に関することでもいいですし、まあそれに関するちょっと違うところでもいいですし、なんかありますか？そうですね。まあちょっと写真もまたお見せすると思うんですけど、これ今、まあ、主に日本語を喋る人向けの動画だと思うので、うん、それに関連したことで言うとですね、ハーバードって特にこの西洋では一番多分東アジアの研究が盛んな大学の一つで、例えばですけど、このインチェンライブラリーっていう、ベトナム、中国、韓国、日本かなぐらいの書籍がこういっぱいある、まあ、そういう図書館があって本当にすごくて、例えばですけど、なんかそうですね、本当に日本語のその普通の日本の大学でもおかしくないぐらいのレベルの日本語の書物がこう大量にあって、なんかこういうのとか、まあ、これだとこういうのか研究してる人が多いのでこういうのがいっぱいあったんですけど、この日韓関係とか日中関係とかもありましたし、あと普通にですね、この日本の地理を勉強してる人用にこう本当になんちゃら市政史とか、こうここだと京都とか、本当に何でもあって、ちょっと、ね、京都辞典って何？京都の辞典があるってこと、すごいなんかコア中のコアなものが来たな。ここだと日本でも見たことない。あ、京都の関数辞典どういうこと？あ、じゃあこれあれか、これはあれか、あの単なるタイトルか。うん、なんかいっぱいあると思います。多分ここ右側大阪なんですけど、堺とか森口とか。いっぱい、なんか本当に、非レベルで、そうですね。文献が漁れるってこと。で、僕もなんか本を借り入れて、今昔物語集を借りさせて、これはあの何でかっていうと、僕の国語の担任の先生が好きだと。はい、借りました。で、あと、物理、これ寺田寅彦とかいう物理学者のエッセイ集を、まあ、いろいろ借りて。これはあのフリーであげるよって言って、もう借りずにもらったんですけど、なんかそういう師匠の方が、はい、もうこれはあの廃棄処分なのでもあげる。ああ、そういうのあるね。うん、はい、あ、そうですね、あの。ただの本って本当にいっぱいもらえて、僕今この後ろに本棚があるんですけど、もうめちゃくちゃいろんな先生からいろんな本をもらって、はい、っていう感じで、そうですね、東アジアの研究本当に盛んなので、うん、日本に関する事業も本当に何十個ってあって、まあ、取りたければ全然取ってもいいですし、そういう意味でこう、自分の国のことを違う視点から見れる、まあ、そもそもですね、うん、違う言語から見るっていうだけでもすごい大きなステップだと思うんですけど、違う視点から見れるっていうのはありますし、あと美術館とかでも東アジアの彫刻とか、まあ、あと絵画とかいっぱいあったりして、うん、そうですね、そういうのは実は意外とね、こう留学してはいるんですけど、まあ、留学してるからこそそういう自分のオリジンをアイデンティティを見つめるっていう機会はすごい大切かなって思い始めてきたので、それは一つ魅力として紹介したいことだったので、はい、ここで紹介させていただきました。ありがとうございます。なんかうまいこと最後まとめてもくださっていやでもなんかそのすごくすごく興味があるのは、今小野がこう感じている、あ、外の違う観点から見ることによって日本の、まあ、良さとか、もしくはこう違う観点の、異質なところとかを見るところとか、とても興味深いし、逆に今そのまだ
そんなに期間が長くないけど、いればいるほど、うわ、こういう難しいところってあるんだなっていうのが見えてくるかもしれないというのが、なんか僕も、ロンドンで初めてこう記憶あの経験したことがあって、今アメリカに行った時とかはそんなことオーストラリアも全然感じなかったんだけど、多分ロンドン自体がいろんなこう国の人が混ざってる度合いが結構アメリカにかなりあるから、やっぱり結構人種とか国籍とかに関する隔たりっていうのはある意味意識が強くて、やっぱりこう気づいたらこう一緒のグループになっているのが同じものが集まってるっていうのはやっぱりあって、でもその中で一つの町がうまく調和しているっていうところは、ロンドンっていう町が調和しているっていうところは、これ日本にはないめちゃくちゃ美しいところだなと思っていて、日本の良さ的に言うと、僕は日本人からすると和っていうか、同じことを例えば同じような伝統とかを守り続けるとかっていうところ、外からの制約とかが割と少ない、圧力が少ないけど、その圧力とかいろんなエネルギーとかを受けながらもこう保っていく美しさみたいな、そういうところも、あ、なんかめちゃくちゃ難しいけど美しいなっていうところを最近思っていて、日本の良さを今小野が、日本の良さだけじゃないと思うけど、違いを見つめ直す機会になるって言ったところで、僕もロンドンにいながらそれは思うところがある、すごくある。そうかそうか、じゃあまた違う感想とか持ち始めたら教えてください。はい、はい、それじゃあ今日はここら辺にしておきたいと思います。今日は本当長い時間ありがとうございました。はい、なんか編集はめっちゃ大変な感じになるかもしれないですけど、多分そのままアップロードすると思います。じゃあそれではまた失礼します。さよなら。はい。